こんにちは、朝9時です。ちょっとだけ太陽が出たんですが、すぐに隠れてしまいました。アルストロメリアサマースノーです。急に寒くなって冬のようになってしまいました。この花大丈夫でしょうか。インディアンサマーもこれからが見ごろなんですけどもね、強い霜が降りなければ大丈夫だと思います。ヘメロカリスの葉っぱにベニシジミがいました。今日は日差しがないので蝶々がほとんどいません。このベニシジミなんですが、羽がボロボロでした。ちょっとかわいそうですね。昨日は十三夜の月が見られずにがっかりでした。月がある場所は明るくて分かったんですが、雲が厚かったですね。宿根ガーベラはアルストロメリアよりは寒さに強いと思います。終わった花はどんどん摘んでつぼみを育てようと思います。ダリアアテネですね。これも霜が降りると終わってしまいます。小紫です。たくさん実をつけていますが、さっきまでオナガが食べに来ていました。サザンカ朝倉です。今日は、空が暗いので今一つ花が綺麗に見えませんね。つぼみの方が満開のものよりも可愛らしいです。新祖父江の方はなんか年々花が小さくなっているような気がします。栄養失調なんでしょうかね。ノコンギクです。ボタンのところにあります。ゲラニウムロザンネ、細々と咲いています。電線にヒヨドリがいました。ヒヨドリとムクドリ、よく区別がつかないと言われる方がいますが、これがヒヨドリですね。そしてこちらがムクドリです。ムクドリは集団で、木にやってきたりしてね、糞害が問題になっています。単独とかつがいだと可愛らしい鳥なんですけどもね。これはモズですね。今日もちょっと顔がよく見えません。大きな声で鳴いています。メスかなと思います。モズは冬になってくると羽の色が綺麗になるような気がします。宿根ガーベラです。これは 2,3 年目だと思います。綺麗に咲いてきましたね。またまた梅もどきです。今年初めてこんなにたくさん綺麗に実をつけました。ホスタの葉っぱに一文字せせりかな、大茶羽せせりかな、せせり蝶がいました。今日の庭です。ジャングル開墾もそこそこに冬支度を始めました。まだほとんど進んでいないんですが、綺麗になったらば紹介したいと思います。腐葉土をかけたり球粉堆肥をかけたりしています。日差しがないと本当に寒いです。丸尾です。今日も滝行してたんですけどもね、撮影拒否されてしまいました。一粒のカリカリを求めて走り回る丸尾をご覧ください。丸尾も飼い主同様中高年なのでね、できれば動きたくないという感じなんですが、食べ物のためだったらば何でもやりますという感じですね。すごい音を立てて突進していきます。丸尾って本当に犬っぽい猫なんですよね。この華麗な動きをご覧ください。スロー再生しています。運動不足を解消するにはこの方法しかないんでしょうかね。お腹が少し満たされてペロペロしています。そして寝ました。おやすみにゃー。